皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。7つの封印が解かれて、7つ目の封印から7つのラッパが7人の御使いによって吹き鳴らされます。これまでに4つのラッパが吹き鳴らされ、次第に天地が滅びへと向かっていく様子を告げています。今日は11月6日、聖書箇所はヨハネの黙示録9章1節から12節です。タイトルは主の権威の下にある悪の力。今日はいよいよ5つ目のラッパを5人目の御使いが吹き鳴らすところです。ヨハネが見た幻から週末への備えを私たちもさせていただきましょう。ヨハネの黙示録9章1節から12節。第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった。その煙の中からイナゴが地上に出てきた。彼らには血のサソリの持つような力が与えられた。そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡された。しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけが許された。その与えた苦痛はサソリが人を刺した時のような苦痛であった。その期間には人々は死を求めるが、どうしても見出せず、死を願うが死が彼らから逃げていくのである。そのイナゴの形は出陣の用意の整った馬に似ていた。頭に金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に引かれた戦車が戦いに馳せつける時の響きのようであった。その上彼らはサソリのような音針と思っており、鬼は5ヶ月間人間に害を加える力があった。彼らは底知れぬところの御使いを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンといい、ギリシア語でアポリオンという。第一の災いは過ぎ去った。見よ、この後なお二つの災いが来る。この放送をご覧になっている方でサソリに刺されたことがある人いるでしょうか。おそらくいないでしょう。いかがでしょうか。サソリには刺されたことはないけれども、ハチになら刺されたことがあるという人はいるかもしれませんね。
私は蜂には刺されたことはありません。クラゲになら刺されたことはありますけれども、今日登場する不思議なイナゴはサソリのような尾と針を持っていたようです。人間を5ヶ月も苦しめることができる力を秘めていました。さて、これまでに3分の1の天地が滅び、3分の1の海も植物も星も滅んでしまいました。科学的に言えば、この時点で人間が生きていくことはほとんどできないと思われます。それでも人類は心かたくなに神の力の前に悔い改めることができないのでしょう。5つ目のラッパが鳴り響きます。そしてついに人類に直接災いが下ることが予言されるのです。恐るべき力を持つイナゴが額に神の印を押されていない人間だけを襲います。つまり神の子供としての特権をいただいていない不信仰者だけに襲いかかるということです。しかもこの苦しみは5ヶ月間死にたくても死ねないという苦痛を味わうという苦しみです。このような力をイナゴが持つ、そして金の冠をつけたいかにも王様のようで、人はこういうものにこび入ってついていくのでしょう。女の髪のような毛を持ってしなやかに人に近づき、人を引きつけるのでしょう。歯は隠れていて見えないのですが、獲物を一撃で食いちぎることができるような歯を持っていたのです。そして尾はサソリの毒です。見た目イナゴだということで、おそらく油断して人は近づき見せられて、一撃で5ヶ月の苦しみに落ちるのです。これが悪の力です。しかし幸いのことが4つあります。まず第一に幸いのことは、神の印を押された者はこの悪の力からイナゴの災いから免れることができるということです。救い主を信じ、神の子供とされ、聖霊によって救いの保証の印を押されている者はイナゴの毒牙に倒れることはありません。二つ目の幸いなことは、この苦しみの期間が定まっているということです。不幸中の幸いと言えるでしょうか。イナゴの毒牙に落ちた者たちも死ぬことはなく、その苦しみも5ヶ月間耐え抜けばよいのです。三つ目の幸いなことは、全能の神が、天地の支配者なる主が、悪の力でさえその手の中に収めておられるということです。イナゴができる限界を定めておられるということです。このような神の御手が悪の力をも調整し、最後の審判が下るまでその御手で私たちを守っていてくださるのです。そして最後に4つ目の幸いは、5ヶ月の苦しみの後死ぬことはなく、彼らは生き残り、まだ救われる望みを持っているということです。もちろん、イナゴの災いに遭う人々が、この幸いに気づくかどうかということは、終わりの日の前兆を経験する者たちの大きな課題です。このような災いが、これまでは人類以外の被造物に降っていたのですが、今や神の印を押されていない人々にまで及んだときに、いよいよ神に立ち返ることができるのでしょうか。
神は悪の力をも支配しておられる方です。そして人々が悔い改める日を待っておられるのです。また私たちは自分に災いが降っていないことをいいことに安心していてはいけません。それはこのあと6つ目のラッパが吹き鳴らされる時、その時に起こることを知れば油断はできないとわかるのです。そのことについてはまた明日学ぶことにいたしましょう。死にたくても死ねない苦しみ、命に触れられることがない苦しみを見るときに、あの旧約聖書のヨブを思い出します。神はサタンにヨブの命以外は触れてよいが、命だけは触れてはいけないと命じました。サタンに命じることができるのも、すべての力の支配者なる神以外にはできることではありません。どんなにサタンの力が強くても、神の許しなしには人の命に触れることはできないのです。だからこそ私たちは力ある神の御翼の陰に隠れ、より頼む、そして共に歩むのではないでしょうか。今日も主の守りの中で悪の力から守られますように、お祈りいたしましょう。すべての力に勝る全能の神様、あなたの御手の中にあることの幸いを知ることができありがとうございます。どんな災いもあなたの許しなしに起こることはありません。だからこそどんな災いが襲ってきても、なおも主の御手に委ねて生きる身とならせてくださいますように。そうして永遠の御国まで私たちを確かに導いてくださいますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。